寂しい磯じまえ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで、一週間折り返し一発目ということでしょうか。あ、お疲れ様でございます。ドーンということですが、今日のこちらの方面はまだまだ降ってないね。雨降ってないよ、中盤ですね。もう一応九州の方は梅雨入りということで、昨日もですね、福岡は太宰府の方が最高気温、34度叩き出したということで、暑い日が続いております。今年はどうなんて感じがしますけどですね、はい、多分暑いでしょうよという感じですね。さあ、雨はいつから来る、今日から来るとかいう話だったんですけどですね、どうなんでしょうか。まあ今日から2週間ほどは雨であろうという予報ではありますが、はい、どんな感じになるんでしょうかということですね。はい、ただいま時刻は7時47分朝のですね、なっておりますが、暑いですね。はい、やっぱちょっとこうエアコンを入れないとちょっと不快指数高いかなという感じでございますけどね。はい、さて、昨日お休みいただきました。昨日も暑かったです。はい、もう本当に嫌になっちゃうわってぐらいで、もう半パン半袖でもう全然 OK、 全然それでも全然暑いっていう感じの一日でしたね。はい、やっぱね、ちょっとこう休みの日はね、歩かんといかんなということで、はい、昨日極力歩く、ことをしました。はい、ブラブラとね。はい、昨日はあそこ行きましたよ、ダイヤモンドシティね。はい、昔はね、ダイヤモンドシティルクルとかね、はい、なんか言っておりましたですけど、今なんか変わったらしいですよ。なんかイオンモール福岡とかいう名前になったんですって。はい、だからダイヤモンドシティもあれやし、ルクルも、ちょっと今名前変わってますわよっていう感じらしいですね。はい、まあどうでもいい話なんですけど、まあでも普通の日でも人多かったね。何しようって、働きようっていう感じですよね。はい、逆に土日やったらまだひどいんかいとか言ってね、思ったりね、したりしてたんですけど、はい、皆さんのお宅の近くのこの商業施設ね、4K ですかね、でっかいモール、はい、あると思うんですけど、やっぱなんかあったら、やっぱもうちょっと行こうかってなって、やっぱもうそういったところの方がただブラーっとするだけやったらそこいいかもしれませんね。でちょっとなんか食べようかって言っても食べるとこありますしね。はい、意外とやっぱ便利がいいのかなとか思っちゃったりしちゃってます。はい、じゃあこの続きはまた後で。パキコキさんのブラキ、はい、パキコキさんのブラキ続きですということで、蒸し暑いですね。雨降るかな。今日はですね、朝早くからちょっと動いておりましてね、今日一日はバタバタじゃなかろうかと今思っております。今日はね、夜の7時ぐらいですか、博多の方でちょっと引き取りというか、仕入れ行かないかないですね。はい、ちょっと帰りは遅くなるなとかって今思っとるんですけど、はい、博多なんかあるかなとかって思うんですけど、結構街中なので、駅前やったと思うんでですね、ちょっと嫌な感じやなとかって思うんですけど、はい、昨日も福岡、今日も福岡、結構な感じで福岡福岡行きますよね。はい、まあいいんじゃないでしょうか。昨日の夜はライブされてましたね、バンキシャの吉野さんがですね、備前の8アカウントで、多分8も売られてあったんじゃなかろうかと
思うんですけど、私がパッとちょうど見たときはのグラキです、ね、吉田さんが丹精込めて育てたグラキリス、未生のグラキリスを販売しておりました。一株1500円、5000円ぐらいって言ってね、販売しておりましたですね。なかなかあの人も人間に忙しいですよね。ライブしたいけどなかなかですねとか言っていっぱい言ってましたね。やっぱきついですよ。で、今朝のストーリーは朝何時ぐらいですか、6時ちょっと過ぎぐらいとかから、なんかもう走ってますもんね。で、なんかマラソン大会にエントリーしましたとか言ってですね、言うとりましたけど、なんかこう全国のミドルになんか訴えかけてるような感じですね。俺はおっさんだが、まだまだ走るぜーとか言ってね、ちょっとこうブルーハーツだったりなんかしちゃってるのかな。どうなんでしょうか。場所によってはもう雨すごいっていうところもあるみたいでね。東京都の方でしょうね。東京都の方はなんか無料給水所とかいうのも、なんか設置してるらしいですね。東京水、東京水って言ってね。で、そこにペットボトルみたいなの、マイボトルを設置すると冷たい水を提供してくれると。なかなか粋なことをしてくれますね、とかって思うんですけどですね。なかなかこう飲み水を街中で無料で提供するって、なかなかできないよね。海外じゃありえないでしょうし、逆に怖いよね。誰でも無料でしょ。だから変なやつがさ、そういったところで、まあそのボトルを設置しないと出ないかもしれないですけど、こんなところで手を洗ったりとかされても、なんか嫌よね。なんかそんなちらっと思いましたけど、神経質すぎるのかなとか思ったりですね、しておりましたですけど。はい。じゃあ明日は金曜日ですね。まだまだ私は始まって2日目ということでございますが、皆さんあと1日頑張りましょうか。頑張りましたら、またお休み連休ということで、もう梅雨入りますから雨でしょうからですね、家でおとなしくしててくださいということで、今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。デデデジー。